南砺市稲見にある旧稲見駅舎は、1934年に建てられた寺院のような建物。総ヒノキ造りの駅舎は、稲見を代表する宮大工松井角平によって建てられました。方形屋根の楼閣が高くそびえ立っていて、てっぺんには宝珠玉、炭木に風鐸が吊るされ、仏閣のような佇まいです。この建物は嘉越線といわれた伊鶴木から庄川までを結んでいた鉄道の駅舎で、1972年に廃止されるまで稲見の玄関口としてにぎわい、地域とともに歴史を重ねてきました。嘉越線がなくなってからは、稲見駅舎は物産展示館や売店として使われていましたが、今はバスの待合やタクシー乗り場として親しまれています。建物は1996年に国の登録有形文化財に指定されています。我々の年代は多分これを見ながら育ったっていう形になると思います。子供の時はもう高校生がこの嘉越線使って福野や隣に高岡へ帰ったんですね。私にとってやっぱり生活の一部だったですね。これは保存すべきですね。うまく使ってやっていけば、もっと活性化できるんじゃないですかね。稲見に残る貴重な建物、嘉越線稲見駅舎。にぎわっていた頃に比べればちょっと寂しくなりましたが、今年で86歳の旧稲見駅舎は今も変わらず、人々と地域を温かく見守っています。